フリーライン、フリーラインスケートとは、米国のフリーラインスポーツ、インクがフリーラインの商標で販売していた商品。車輪のついた左右人組の乗り物。ほとんど同じ形状をしているが、左右があり、L、R 等の表示がされている。通常、足を固定するための高速具は付けないが、ランプなどのエアトリック時には、バインディングもサードパーティーから用意されている。使用者は、 スケートボードと同じデッキテープを貼ったデッキに直接、靴を履いた足で乗る。スケートボードのようなプッシュと呼ばれる片足で地面を蹴って進む動作はしない。チックタックのように漕ぐ動作により加速、移動し、坂が登れることを特徴としている。また、ダウンヒルも十分に行うことが可能な強度も有する。トリックはユーザーにより日々数を増やしており。 米販売元は次世代スケートボードとのキャッチフレーズで発売した。フリーラインスポーツ、インクはすでに倒産し、現在はフリーラインスケートの生産はされていないが、このスポーツを存続させるためにフリーラインスポーツ、インクと関わりのあった4人のトップフリースケートライダー、インフルエンサーが JN クライドを2015年に設立した。ありがとうございます。